はい、こんばんは。本日はですね、えー、この国政選挙のですね、5つの補欠選挙ですね、補選。えー、衆議院の補選が4つと、それから参議院の補欠選挙が1つですね、えー。これは来週の日曜日ですね、あと1週間、来週の日曜日、23日投開票ということですね。うん、まあ、これね、えー、この情勢を見ると、 どれもこれもですね、結構混沌としているんですよね。混沌としている。まあ、このことをですね、本日はね、えー、ちょっと途中経過というかですね、この情勢についてですね、話してみたいと思います。えー、このですね、5、え、つ、ー、の補選、この結果ですね、自民党の何勝何敗になるのかということがですね、えー、注目されるわけなんですよね。うん。えー、まあ、いところを言ってですね、 まあ硬いところを見れば自民党の3勝2敗3勝2敗ですねこうなるんじゃないかとあるいは、えー、下手したら2勝3敗になるんじゃないかと、えー、そういうね予測がですねまあ大体温闘というかな硬いところなんですよね、うん、だけどねこれねまあ全くねひょっとしたらね、えー、あまりに混沌としてるんでひょっとしたらこれ自民党がね全敗するんじゃないかとね、うん、あるいは えー、その反対に自民党が全勝してもおかしくないぞと、そのぐらいですね、えー、混沌としてるんですよ、どこもですね、うんまあ、しかし、いずれにしても、ですねこの勝敗によって、えー、この岸田政権はですね、えー、岸田さんはね、まあ、自分への支持が、ですね支持率がね、今、若干あ回復しておりますけども、えー、解散・総選挙ですね、どういうふうに打って出るか。 すぐに打って出るか、あるいは、えー、これはちょっとまだ利がないということで伸ばすのか、まあそういうことにね、えー、ほとんど直結してくるですね、非常に重要な補選ですね。うん。まあしかしですね、これ、補選ね、えー、どれもこれもですね、いずれにしてもね、どの選挙区を見ても、この自民党候補ですね、この何らかの問題を抱えているんですね。うん まあもちろん人間というのはね、誰でもね、問題を抱えているわけですけども、その政治家のですね、候補としてですね、やっぱりちょっと問題抱えているなというですね、そういう人がですね、ばっかりなんですよね。なので、どうもね、大こけする可能性もあるんですよね。うん。まあ、それをね、まあ、ちょっと見てみたいと思うんですね。うん。まあ、冷静にね、分析してみたいと思うんですけども、まずね、 山口四区ですね山口四区ここはもちろんですねこの狙撃されてね亡くなった安倍晋三さんですねその後継者を決めるところですねうんでこの安倍後援会というのはねあの安倍昭恵さんね、えー、安倍昭恵さんをこうね熱望していたんだけどもまあそれがね昭恵さんに断られてそしてね安倍さんの熱心な支持者であったですね下関市議会議員の吉田真二さん これを立てたんですね。うん、だけどもね、えー、これはまあ,あ象徴的な出来事なんだけどもお事務所開きの日にですね安倍後援会の会長が挨拶してですね、えー、間違って吉田真二さんのことをですね安倍真司さんと紹介してまあ失笑を買ったということがあったんですよね。うん、まあ、要すするにですね、えーまあえー、講演会というか、 えー、これね、自民党の支持者にとっては、まあ、安倍晋三だろうとですね、えー、安倍晋三だろうと、<laughs> 吉田新次だろうとですね、まあ、それは大いに違うわけですけども、これがね、例えば吉田新三だろうと、安倍晋次だろうと、まあそれはね、一向に構わないということですね。うん、これね、まあ、安倍さんのこの選挙マシーンがですね、ただただね、これ動くかどうか、あるいは、 この下関でですね、因前たる勢力を持っている、えー、林義政さんですね、今の外務大臣の、その選挙マシーンが動くのかどうかですね、それが問題であるということなんですよね。うん。まあ、そういう情勢の中ですね、この安倍晋嗣さんじゃなくて吉田真嗣さんですね、その人間性をめぐってですね、いろいろと物議を醸すような、そういうエピソードが、 こう出ててきちゃってるんですよね、うん、これまずね4月13日の女性地震ですねえー、ここに記事が出ているんですけどもえー、これね見出しを読んでみるとね山口4区補選安倍元首相の後継候補の外国人の人権めぐる過去投稿が波紋というねことなんですねこれねよし要するに吉田真二さんですねこれ、えー、まあ 吉田晋さんねツイッターをねあのいろいろ投稿しているんですけどもその過去に投稿したですね、発言ですねこれがね、えー、ちょっとした問題になってるんですよねうんこれはね前のお、まあ、ちょっと前の投稿なんですけども2016年10月にですね投稿したこんな投稿があるんですよ「最近外国人であることで差別された」という報道が目立つが 悪意や差別という意識がない言動にそこまで過剰に反応することはどうなのか。安倍政権が移民政策を推進し人権擁護法などを成立させるような政権でなくて本当に良かったと思う。というねこれまあ,あのはっきり言って問題なんですよね。うんこれ、ね、6年半以上ね前のつぶやきなんだけども。 こういういね、外国人をめぐるねこの環境面で日本はですね非常に問題が指摘されているじゃないですか。ね。えー、この入国管理入,入管ですね、えー、をめぐってねウィシんマさんがです、ね、亡くなっちゃったりとかです,とかですねまあそういう本当に痛ましいね、えー、事件があったんですけどもこの外国人をめぐってねいろんなね環境の環境面の問題が指摘されているわけですよね。うん。 日本は相当遅れてるぞと人権意識でね。そういうふうにですね、えー、指摘されているんだけども、その中で、このね、まあ、外国人のね、この差別、これはね、えー、意識がない、意識がなくてですね、そんなに意識なくて、自然にやっちゃったんなら仕方ないじゃないかということを言ってるわけなんですよね。そしてもう一つは、この吉田さんが支持している安倍政権。 ね、これが、えー、移民政策を推進して人権擁護法ね、えー、人権をもっと守んなくちゃいけないとそういう政権じゃなくて本当に良かったと思うとというようなことを言っちゃってるわけですよ。ね、要するにこれは、えー、今ね、えー、日本の政策としてやっぱり外国人に対するね、えー、この人権ですねこれをもっと重視してですね えー、もっと気を遣わなくちゃいけないんじゃないかというふうにね言われているんだけどもそれに対してですねまあ真っ向からあほとんど真っ向からに近いですよねうんそれに反対しているとそういう投稿をしていたということなんですよねうん。でこの発言に対してはですね、えー、この女性自身のね記事によるとやっぱりネットでね相当批判の声が出ているんですよ。 ね。意識がなければ許されるのかすげえ感覚だな悪意や差別という意識がないからといって外国人差別が免罪されるわけないでしょう差別する側の理屈、えー、いじめる側の理屈も同じ相手を傷つけた,たなら自制するのは当たり前人権を守る気が,ない,がな,ない人が議員になるつもりですかそれでは困るんですよ ここまで人権意識が欠けてる人は国会議員に全くふさわしくないというですね、いろいろも批判がですね、ものすごく出ているんですよね。これね、つまりね、吉田真司さんという人は、これ安倍さんの熱心な信者であるということは間違いないんだけども、どうもね、相当の極右らしいということなんですよ。ね、そのことがね、 えーっと、これはね、ちょっと前なんだけども、2月7日のね、デイリー新潮に書かれているんですよ。見出しがですね、えー、安倍元首相の後継者になった38歳、下関市議の評判、日の丸ボーイと呼ばれていた、あーというね、ことなんですよね。うん。これ、それによるとですね、吉田さんはね、えー、吉田真二さんは下関市の出身なんですよね。うん。 で、このおばさんがですね、この安倍派のですね、まあ、下関市議だったんですよ。なので、その影響で若い頃から政治に興味があったということなんですよね。うん。そしてね、えー、っと、この関西大学の法学部に進んだんですけども、大学を卒業してですね、自民党の大阪府議の秘書になったんですよね。うん。まあ、この府議はですね、後に維新の会にね、移ったんですけども、 そしてそのね秘書時代にこの安倍さんにどういうわけか気に入られたわけですよね、うん、まあ極右ということで気に入られたのかもしれませんけどねそして26歳の若さで下関市議選に立候補したわけなんですよでこの時ね事実上ね安倍事務所が吉田さんを擁立する形になったということなんですよね だから安倍さんからねこの組織票を回してもらって、えー、何なく初当選を果たしたとおというふうにですねこれはねあの週刊新潮もねこう書いているんですよねうんねでねこれはねえー、っとねこういう証言もあるんですよね吉田さんは現在3期目ですが真面目で仕事もね真にやっています思想的には安倍さんより右ですね。 え、市議になってすぐに市議会市議会議場で国旗敬意をしようと提案したこともありました。えー、もちろん否決されましたが、それ以来彼は日の丸ボーイとかミスター右翼と呼ばれていました。ということなんですよね。うん。で、ね、この吉田さんのツイッターですね。これ今はね、えこのアイコンをね変えているんですけども、えー、アイコンはねそれまではね日の丸だったんですよ。 そして、我が日本国天皇陛下万歳というふうに書いてあるんですよね。うん、まあ、そんなようなことでね、かなりいい虚空であるということなんですよ。そしてね、こういう証言が書いてあるんですよね。吉田さんは安倍さんとは家族ぐるみの付き合いをしていました。彼には2人の娘がいるのですが、安倍さんからも可愛,可愛がられていた。 昭恵さんも彼のことを気に入っていましたね。というね。証言があるんですよね。うんまこういうところを読むとね。ああ、なるほどなというですね。ことがわかるんですよ。つまりね、えー、この吉田慎二さんはこの安倍昭恵さんが推薦したんですよね。うん、つまり安倍昭恵さんがね。講演会から、えー、出馬してくれということを頼まれたんだけども。もえー。安倍さん、安倍昭恵さんはそう。自分は出る気はないということで。 代わりに吉田真さんんを推薦したとということなんですよ、ね、まあ相当ですね、えー、この安倍ファミリーとですね、えー、安倍さん夫婦とおまあプライベートでも結構ね交流があったということなんですよねだけどそういう吉田真二さんがですね果たして当選できるのかということですよね、うん、まず何と言ってもですね この安倍昭恵さんのね、推薦とは言ってもこの安倍ファミリーとは何の関係もないんですよね。うん、なのでこの安倍さんの後援会が積極的に動く,か動くのかどうかという問題ですよね。うん、そこがね、非常に問題なんですよ。うん、それからねもう一つはこの下関にねものすごい影響力を持っている林義正さんですよね。うん 林さんはね、今の外務大臣の林芳正さんは、次の総選挙では下関に戻ってくることはもう間違いないわけですよ。ね。1、えー、増十減で、山口はこの小選挙区が4つから3つになりますので、そこでまたね、<laughs> いろいろとその変化があるわけですよね。うん。あのー、その選挙区の変化があるので、林さんとしては安倍さんがいないので、 えー、これはねもう下関に戻ってくるのに何の遠慮もいらないということなんですよね。うん、でこの下関というのはねこの中選挙区時代にこの安倍家とねそれから林家というねこの両横綱が張り合っていたところなんですよね。うん、で小選挙区になってからは安倍晋三さん一人だったわけなんですけども安倍さんがいなくなればいよいよ林さんが戻ってくるわけですよ。ね。そうなれば 今回ね、この吉田真司さんが、たとえ当選したとしても、ね、林さんが、林さんという横綱がね、戻ってくるので、もうね、林さんに比べれば、吉田さんはね、その、幕下にもなれないね、序の口かニ二段クラスですから、ね、あるいはアマチュア相撲レベルですから、あっという間に弾き出されるわけですよ。ね。なので、今回ね、すぐにいなくなる吉田さんを、 本腰を入れて応援しようという人があるだろうかっていう問題もあるんですよね、うん、そこがね今目に見えないこの吉田さんにとってのマイナスの要因なんですよね、うん、そこがよくわからないところなんですよそしてここにですね、えー、有田芳生さんが挑んでいるわけなんですよね、うん、有田さんというとですねこれはねあのー え当然ね、えー、これ何て言うかな統一教会問題ですねこれをね厳しく追及ねしているわけですよね。それから、えー、言っていることというのはこの山口県のこの経済ですねこれがね自民党政治のために逆に落ち込んでいると、まあ、その状況を告発しているわけなんですよね。うん、でこれね、まあ、林義政陣営もですね吉田真二さんについては。 おそ、まあ、らくは本腰処りではね、応援しないと思うんですよね。なので、ここはですね、まあ、もちろんね、硬い、硬いその予測からすれば、えー、安倍さんの講演会がフルにね、動いて、そして吉田晋二さんが圧勝するということがね、硬い予測なんだけども、だけどこれね、情勢次第では、よくわからないところがあるんですよね。表面のね、<laughs> 表面からは見えないですね動きがあるんじゃないかということがあるんですよね。まあそこのところでねこの現代ビジネスがね14日金曜日の現代ビジネスが面白い記事を書いているんですよね。うん、これね安倍昭恵さんがですねやっぱりね、えー、非常によく動いているんだけどもね、えー、ちょっと寂しげな表情をするらしいということですね。 うん、これはね、<laughs> まずね、安倍昭恵さんはね、吉田さんのね、吉田新司さんの選挙応援で、えー、地元をね、あの一生懸命回ってるんだけども、けれどもね、えー、今説明したようにですね、次の総裁、次の総選挙では、ね、えー、林芳元さんが戻ってくるので、吉田さんの当選はね、もうこれは相当難しいんですよ。ね。うん なのでね、今一生懸命やってもいずれ吉田さんはいなくなるということなんですよね。それからもう一つはね、この安倍昭恵さんはですね、どうも下関市にですね、安倍晋三記念館、これをね、建設したいという、ね、願望を抱いているということなんですよね。うんまあ、そしてね、えっ、ー、と、もともともですね、この安倍昭恵さんはね、 えー、この下関市のですねこの丘の上にある、ですね丘の上にね、この安倍邸があったんですよね、それを記念館にしたいというね思いがあったんだけども、これやっぱりね、住宅街なんで、それはちょっと無理だということで、ですねで新たな土地、これをですね、まあ、下関市の予算で用意できないかということで、ですね、えー、今のね下関市長の前田慎太郎さんとかね、安倍派の市議とか、頼み込んでいたんですよ。 ね、でこれはどうもね、あのーえー、この土地がね、あのー、手に入りそうな感じなんですけどもでここにね記念館を建てたいということをやっているんですよ。ね、で僕はね、えー、これねもちろん安倍晋三記念館って、ね、今ありませんけどもね、えー、これね岸信介それから佐藤栄作をですね集中的に取材したことがあって山口県東部のですね田臥 とというところを訪れてですね集中的に取材したことがあるんですよ。ね、でこの田伏っていうのはね岸信介とか佐藤栄作が子供時代を過ごしたところなんですけどもねそこにね、えー、岸記念館佐藤記念館ね岸信介と佐藤栄作の共同の記念館があったんですよ。ね、そこ行ってみたんだけどもこれね、まあ、両首相ですね、えー、これを記念するね 記念館なんだけども、実にわびしいものでした。わびしい。これ2階建てだったんだけども、えー、鉄筋じゃないんですよね。何て言うのかな。木造モルタルというのかちょっとよく,よくわかりませんだけどもね。で、陳列してあるものもですね、なんかね、すごい寂しい感じでしたね。うん。うん、ちょっとね、意外でした。ね、これを見て僕は思ったのはね、 岸信介とか佐藤栄作というのは地元、まあ、田伏ですね地元ではねそんなに人気がないなというのがねよく分かったんですようんこれ岸さんとか佐藤さんのね通っていた小学校というのはこれはもう跡形もないですからもう門構えのね一部しかないですよねえー、そしてねいろいろその思い出の地を回ったんですよよく遊んだね小さい小川とかですね回ったんだけども 記念になるようなものは何一つないんですよね。うん。それから、もちろんね、岸信介と佐藤栄作の成果生まれ育ったですね、お家も行ってみたんですよ。ところがね、そこもね、えー、他の人の手にう移って渡って、何一つう、なんていうかな、記念になるものは何もないんですよ。これね、地元でね、相当人気ない、人気ないなと思いましたね。うん。で、これで行くとね、 僕、安倍晋三さんもね、そうなるんじゃないかっていう気がして仕方ないんですよ、ね。うん、これね、安倍昭恵さんはね、安倍晋三記念館をね、下関市一身に作るということなんだけども、これどうなんでしょうかね、えー。地元にものすごく貢献したというね、記憶がね、人々にないんじゃないかっていうね、気がするんですよね。うん、そんなような気がしましたね。うん、 そしてね、この現代ビジネスの記事によるとねそういうね安倍昭恵さんですね、まあ、下関にねえ記念館を作りたい作りたいと、ね、いう願望を抱いていろいろね歩いたりしてるとでそれとは対照的にですねこの安倍家のゴッドマザー、ね、このー、えー、岸陽子さん安倍陽子さんですね旧姓岸陽子、ね、岸信介の娘長女である岸陽子 それが安倍晋太郎さんに嫁い <coughs> で安倍洋子さんとなったね。今94歳ですけども。その安倍洋子さんがですね、安倍晋三記念館にはノータッチであると。ね。そしてね、今も東京の富谷の自宅で暮らしてですね、健在でね、ね定期的にリハビリに通っていると。まあそういうような生活をしているということなんですよね。うん。そしてね、 えー、この、うん、現代ビジネスのですね、えー、がねこの安倍ファミリーの関係者にね話を聞いたところねこういうような証言をしてるんですよね洋、えー、子さんの気持ちは完全に山口肉補選に出馬する孫岸信夫に向いています安倍家は特定なくなったも同然で岸家を残すことだけを考えている 一方、昭恵さんからすれば、夫のことが忘れられれば、自分の存在意義が消えてしまうという危機感がある。陽子さんとは決別する覚悟で、記念館設立に奔走しているのです。というですね。まあ、これは政治離れてね、えー、安,倍安倍陽子さんと、それから安倍昭恵さんとですね、まあ、いろいろんていうかな。 まあ、女性同士というかよく分かりませんけども、えー、そのなんていうかこの摩擦というかですね、まあ、それがね、えー、ちょっと出始めているんじゃないかっていうねことなんですよね、うん、いずれにしてもこの安倍陽子さんね、えー、岸陽子さんにすればもう安倍家もうそれはどうでもいいとね、うん、それよりも、えーまあ、血のつながった孫岸のぶちをこっちの方をねなんとかしたいとこっちの方でね あのー、なんとか岸家、えー、これをね、えー、子孫に残したいみたいなねことがあるみたいですねうんまあそれじゃあねその山口2区ね岸野部長さんはどうなのかっていう問題ですよね、うん、これね東京新聞にねこれ3月2日の東京新聞なんですけどもそれにね、えー、面白い記事が載ってるんですよこれ岸野部長さんっていうとねこのホームページでね この家系図を出してねそれが非常に問題になりましたよね。結局ね親の七光とかそういうことしかないのかっていうねことですよね。そしてね、えー、このね「華麗なる家系図」これをね最初はねホームページに掲げていたんだけどもね、えー、その家系図がまたですね今ねネットで残ってますけどもこれ見るとね異様なんですよね異様。 これね、つまりね何て,言わ,れて言われたかというとね単、えー、性生殖、つまりね岸家安倍家というのは単性生殖なのかとつまり何を言いたいかというと、ね、これ父親のですね系図だけ書かれてあって母親がね一人も出てきてないんですよ、ね、つまり岸信介から岸信夫にまっすぐ線が引かれてその岸信夫から岸信千にまっすぐ線が引かれてる。 それから岸信夫と安倍晋三がね、やっぱり兄弟ということで横にまっすぐ線が引かれてるっていうね、そういう線しかないんですよ。ね、つまり母親がね、一人も出てきてないんですよね。これね、あまりに何て言うかな、あの、男尊女卑というかですね、まさに皮肉られてね、単性生殖なのかと。ね、えー、オスだけで生殖できるのかというね、こう皮肉を言われたわけですよね。うん。 そしてね、この家系図、こう、そうね、ものすごい批判されたんで、えー、これをね、削ったわけですよ。ね、削った。そしてね、えー、削ったのはいいんだけども、その後ですね、この岸信千代のホームページを、ね、あのー、検索しようとしてこう出すとですね、こ2月下旬にね、更新されたんだけどもね、これね、あのーえー、ホームページの代わりに、 この講演会員を募集するねページに移っちゃうんですよ。ね。住所、氏名、生年月日、電話番号を入れてくださいっていうね。うん。講演会員を募集していますっていうね、そういうページに行っちゃうんですよ。ね。そしてね、今はですね、僕もね、あのー、この、えー、岸の夫をホームページで検索してみたんだけどもね、岸の部長のホームページもなくなっちゃってるんですよ。ね。これで検索するとね、岸信夫、ね、お父さんの岸を信夫の、 ホーームページにたどり着くんですよ、ねうん、これはねまあね何というかね、えー、いわく言い難いものがありますよねこれね、うん、でそういう岸信千さんねこれはね前もちょっと批判しましたけども、えーえー、これはまさにですね3月27日にねこのものすごいね、まあ、金満政治資金パーティーを開いたわけですよねうん まだね、議員バッジもつけていない、ね、新人がですね、えー、ものすごいね、あのー、金満パーティーを開いたんですよ。ね、1000万円を入ったんじゃないかというね、結局、ここにですね、麻生さんであるとかですね、それからね、官房長官の松野さんであるとかね、えー、加藤さん、西村さんとかね、そういうものが駆けつけてですよ、ねえー、そして、ものすごい1000万円を入ったということなんですよ。 ね、これは要するにね、えー、自民党のこの2世3世ね、えー、その問題がですねもう相当ね今ね絶望的に日本で言われているのにその象徴例としてですね岸信長がね懲りもせずに同じ構図で堂々とやってるということなんですよ。ねうん、今ねあの安倍晋三さんの映画がねあの出てますよね。うん、これ岸のお坊さん。 岸信介さんじゃない岸信介さんというねあのまあ紛らしいな岸信介さんというね昭和の妖怪と言われた人の孫であるから「妖怪の孫」という映画がね出てますよね僕も見ましたけども岸信介さんというのはねまさに妖怪のひ孫ですよ妖怪のひ孫その,その名も信介ですよ岸信介さんのひ孫で岸信介さんこれまあまあまあ まあそういうね、ええー、ことがあってですね。これやっぱりね、岸信千代さんね、ええー、ね、慶応大学を卒業したんだけども、その慶応もこの幼稚園から入ってるわけでしょ。そしてね、卒業して富士テレビですよ。ね。富士テレビっていうとね、いろいろとこう、骨がね、多いんじゃないかと言われてるね、テレビですよ。えテレビ局ですよね。うん。もう相当ね、 あの想像でできるじゃないですかこれはね、うん、そしてねその岸信夫部長さんに関してはねこのフジテレビでこの入社4年目にですねなんかのこの事故の現場報告してるねリポートしてるね、えー、様子がネットで出回ってるんですよ。ね、それ僕も見ました,見ましたけどもあのねやっぱり実にたどたどしいんですね、うんうんえー、つまりですね。 いやあ、これね、まあ、キャスターっていうかな、あのー、テレビ、テレビ記者として、ちょっと能力的にどうなのかなっていうね、まあ、そういうことも伺われるようなね、そういうですね、えー、リポートのね、えー、様子なんですよね。うん。まあ、ちょっとね、なかなかね、あのー、頼りないっていう感じなんですね。まあ、そして、ここにね、 あの平岡秀夫さんですね。まあ、立憲民主党にいたり平岡秀夫さんが挑んでいるということなんですよね。うん、でね、えー、これ山口2区ね、えー、これ山口2区というのは、この米軍岩国基地、それからね、えー、上関原子力発電所、このね、大きい2つの問題を抱えているわけなんですよね。なので、これは相当自民党に対するね、 その批判票というか反感ですねそれも結構強いんでですよここはね、うん、でねえ平岡秀夫さんというのは、えー、これ岸信夫さんがね当選を重ねる前はこの平岡さんがずっと当選していたわけなんですよ、ね、なのでこれはね平岡さんがここに帰ってきてね挑むということで、えー、これもね実のところね まあちょっとわからない感じはあるんですよね、うん、もちろんね、えー、これはあのー、当然ながらね、えー、自民党はねそれはも,もちろん強いですから、えー、これは岸信千さんね圧勝するんじゃないかっていうね予想もねもちろん強いんですけどもただ平岡,、えー、平岡秀夫さんもね、えー、元の議員ですからこれはやっぱりどうなるかわからないというね、えー、予測もあるんですよ。 ね、そしてねえー、3つ目のですねこの和歌山1区ですね和歌山1区ここはねもう山口の2つの選挙区に比べてはるかにわからないはるかにわからない、ね、というのはここはね自民党と維新の総力戦になりつつあるんですよ総力戦、ねうん、これ維新というのはねとにかく関西でね えすごい勢力を持ってるじゃないですか、ねえー、そしてこの前のね統一地方選の前半戦でねこれ高石さんの調整ミスもあったんだけども、えー、自民党の分裂選挙になった奈良県知事選で、まあ、漁夫の利を得てですね奈良県地図知,知事をです、ね、ついに射止めたわけですよ。ね、というわけで大阪がガチョウそして兵庫和歌山と固めてそして今度は和歌山だと。 来たわけですよねそしてこの和歌山一体どうなるのかということですよね。うん、これは4月15日のですねつまり今日土曜日ですね「デイリー新潮をね書いているんだけどもね、えー、このね、えー、和歌山1区で自民危機杉良太郎まで投入し総力戦やったんですよね。うんえー、これつまりね、えー、とにかく和歌山といえばとにかくね えー、和歌山県連の会長でもある二階俊博元幹事長ですね。これれににととっっっててね二階さんにとってやっぱり負けられない戦い戦ななんですよね、うん、なのでねこの二階さんと仲のいい杉良太郎さん俳優のねこれもですね応援に駆けつけたということなんですよ。ね、そして4月15日今日ですね岸田首相それから明日16日には菅菅さんですね菅前総理。 そして19日には茂木敏光自民党幹事長という重、ね、鎮が次々に和歌山入りするとそしてね菅さんについては街頭演説だけじゃなくて会場を借りて演説会までやるということなんですね、うん、そして一方の維新の方も吉村博文ね大阪府知事それから奈良県知事になった山下誠さんこれが入ってね、えー、維新の候補にエールを送るということなんですよ ね、あそしてね、えー、この和歌山ですね一体どうなってんのかということなんですねこれね、うん、これね現代ビジネスがですね、えー、このね、うんえー、現代ビジネスがこれ衆参補欠選挙ですねそのね自民党の自民党内部の星取り票をね手に入れたんですよ星取り票ねでそれを見るとね えー、それを見ると、えー、この和歌山一区ですね和歌山一区はね、えー、黒い三角印がついてるんですよつまりこれはね自民党はね相当危機を持って落選危機、えー、というね位置づけなんですよねでこれはね、えー、和歌山一区から出ているのは前も紹介しましたけども自民党は、えー、元衆議院議員の角博文さんなんですよね角博文さん そして維新はですね和歌山市議の林由美さんという女性なんですよね。うん、でこれはね、あのー、前も紹介しましたけども、えー、最初ねこれね <laughs>、えー、この和歌山一区には鶴穂洋介さんね、えー、参議院議員の鶴穂洋介さんこれをね当てようじゃないかっていう話があったんだけどもこの和歌山といえばえー 和歌山といえば、世耕弘重さんですね。これも参議院議員から、えー、これ衆議院議員にく替えしたいという、ねえー、願望を持ってるんですよ。なので、世耕さんが、この鶴穂さんのく替えに、ものすごくね、反対したんですよ。ね、えつまり、同じ和歌山でね、2人連続でね、く替えなんていうとね、ものすごい批判を浴びるじゃないですか。ね、参議院を何と思ってるんだっていうね。なので、鶴穂さんに反対した。そこで、 仕方ないんで、えー、加藤さん、加藤博文さんに決まったということなんですよ。ね。うん。ところが、加藤博文さん、これ選挙弱いんですよ。選挙弱い。ね。ずっと和歌山で負け続けてるんですよ。負け続けてる。ね。そして、しかもね、この選挙弱い上に、ね、これ、この前も紹介しましたけど、2015年にですね、 週刊新潮にですね、えー、自民党衆院議員の中川優子さんですねこれはね亡くなった中川昭一さんの,、ね、の奥さんだったんだけどもこの中川優子さんと銀座を歩いてですね路中してるね、えー、写真を撮られちゃったんですよ。ねまあ、路中といってもね、えー、僕は以前ね、えー、この路上駐車ね、えー、しちゃってですねこの罰金1万8000円払ったことある,あるんだけども そういう路中ではなくて、この別の路中の方ですね、えー、中川裕子さんとね、それからこの加藤博文さんがこ路中しちゃったというね、写真を撮られちゃったんですよ、ねで。それ以来ですね、支持者がね、ものすごく減ったんですよ。ね、で、加藤さんの人気がさらにこうなくなっちゃったんですよね。うん、なのでね、加藤さんでは勝てないぞと、ね、いうことになっちゃったわけですよね。なので、 さんの、ね、本当はね本人はやりたかったんだけども公認を出すのがねなかなか遅れちゃったんですよ。ねえー、そして、えー、鶴瓶さんということになったんだけども、えー、そこはね世耕、あのーえー、さんの反対で、えー、鶴瓶さんが亡くなってやっぱり角さんになったと。だけど角さんは人気がない、ね。しかも路中写真があるということで。 非常にね、危ないということなんですよ。ね。そしてね、えー、それに対して、この維新から出てきた和歌山市議の林由美さんですね。この人ね、えー、市議なんだけども、結構強いんですよ。ね。これね、去年の8月にね、行われた和歌山市議補選でね、3万5000票を取ってですね、1位で当選してるんですよね。うん。2位のね、2位当選の自民党市議に、 3000秒の差をつけてるんですよ、ね、圧勝なんですよなのでね、えー、市議会議員とはいえね侮れないんですよね侮れないそしてさらに言えばまずね維新,維新の候補であるとね、えー、大阪奈良で勝って、ね、そして和歌山で、えー、そのです、ね、勢いが、えー、来るんじゃないかというね手応えがあるということですね そしてさらに言えば、加藤さんはそういうね、えー、弱みを抱えているということなんですよ。ね、うん、ということでね、これはね、あのとにかく維新は、ね、これ、吉村大阪あ府知事ですね、それがやっぱり、こう、ね、相当来てですね、かなりお祭り騒ぎをやるだろうということがね、自民党の中で心配されているんですよ。ね、なので、 これ、二階さんとしてはですね、相当危機感があるみたいなんですよね。うん。これ、もしね、えー、和歌山一区に落とすということになると、えー、これね、えー、自民党和歌山県連の会長、これ二階さんですよね。相当ね、えー、これ、責任問題になるわけなんですよ。ね。えー、これね、<laughs> 奈良県知事でですね、えー、負けた、 えー、この奈良県の自民党ですねその奈良県連の会長は高市さんですねこれ高市さんが、えー、この調整に失敗してですね、えー、自民党の分裂選挙になってしまったんですよね奈良県知事選はね、えー、そこでねこれ高市さんが相当ねこれからね、えー、責任が追及されると思うんですよ。ねでね同じようにこの和歌山1区を落とせば やっぱりね、和歌山県連ね、ね自民党和歌山県連会長の二階さんの責任がやっぱり追及されることになるんですよ。ね、うん、なので、これはね、二階さんをね、相当必死になって、今ね、和歌山県内を歩き回ってるということなんですよ。これ、現代ビジネスによるとですね、この和歌山県の市長の一人がね、こういうね、改、えー、想をしているんですよ。ね、うん えー、読んでみるとね今年1月お正月のことです二階先生の事務所からそちらに伺いますというのでお待ちしていました正月から秘書さんもご苦労様なことだと思って玄関に出ていくと二階先生本人が立っていました信じられないほどびっくりして腰が抜けそうになりました二階先生が大変な年になるよお願いしますと頭を下げられたのです えー、これまでの二階先生は「おお頑張っているのか」と大冗談に構えた感じでこちらは「はあ先生」という感じで上下関係がはっきりしていましたそれが今回は二階先生が平身抵頭ですから本当に驚きましたということなんですよねつまりそのぐらいねこの和歌山一区わからない自民、ねうん、と維新のね、えー、これ総力戦ですから 本当にわからない状況なんですよ。ね。そしてね、えー、次ですね、次。ね。これ、次に紹介するのはね、和歌山1区以上に自民党危ないと言われてるところなんですよ。これはね、参議院の大分補選なんですよ。ね。これはね、最大の激戦区と言われてるところなんですよね。うん。これはね、あのー、まさに、与野党一騎打ちの構図なんですよ。ね。 うん、で自民党のね自民党公認の候補というのは、えー、白坂亜紀さんという人なんですよね女性なんですけどもねで白坂亜紀さんという人はこの東京の銀座でですねこの複数のクラブを経営するねオーナーママというね非常に異色な経歴なんですよね、うん、異色な経歴なんですよ。 ねえー、これはね、今ちょっとデイリー新地を、ねえー、参考にね、ちょっと紹介しているんですけども、ねうん、この銀座のね、なんか並木通りのルイ・ビトンの隣,隣らしいんですけどもね、うん、このお店がですね、僕は行ったことないんですけども、そういうね非常にね、えー銀,座ま、銀座のママというね非常にねあの異色な候補なんですよ。 でそれに対抗しているのが、立憲民主党公認の吉田忠智前参議院議員なんですよね。うん。前参議院議員なんですよ。で、これね、大分というのは、もともとね、えー、村山富市さんですね。えー、村山富市元首相ですね。その地盤なんですよね。なので、ここはね、やっぱり野党勢力の牙城なんですよ。ね。うん。強いんですよ。 なので、えー、これはね4月初旬に自民党の情勢調査があったんだけども、ねえー、これはね吉田忠智さんが吉田忠智さんがトップでそして5ポイント以上の差を開けられて白,白坂さんということで、ね、吉田さんがトップなんですよ。で今ねその白坂さんが吉田さん,吉田さんをぐんぐんね追い上げているという情勢らしいんですよ。 うん、そういう女性らしいんですよね。でこのね白,白坂さんっていうのはねやっぱりこの銀座のママということで非常に異色なんだけどもこれ早稲田大学のね在学中に女子大生ママということで話題になったということなんですよね。うん。ねそういう面白い人なんだけどもだけどもねここでまたねフライデーが書いているんだけどもね、うん、ちょっとねスキャンダルが出てきちゃったんですよね。 うん、この白坂さんにね、うん。これはね、えー、怪文書がね、出たということなんですよ。怪文書ですね。これが関係者にね、ばらまかれたということなんですよ。ね。これ、怪文書というのはですね、このね、えー、白坂さんが、えー、このね、えー、銀座にこのスナックを出すにあたってですね、その元手になったお金というのは、 えー、実は、えー、学生時代にですね不倫していた、えー、この空調設備工事会社の専務ですね、えー、この専務から騙し取ったお金これが元手になったんだというですね、まあ、ちょっとショッキングな怪、ね、文書これが出てですね関係者に出回ってるということなんですよ。ね、うん まあこれがね、まあ、真実かどうかっていうのはね、これは全然わかりませんけどもね、これが、あの、怪文書が出回っていて、そしてそれをフライデーが報じているということなんですよ。まあ、こういうことがね、まあちょっとね、影響するか、すると思うんですよね。うん。そしてね、もう一つ、意外な展開を見せているね、汚染がですね、千葉国なんですよ。千葉国。ね。ここはね、 この自民党のの健太郎議員ですね、えー、この人がですね、えー、政治とカネの問題で辞職したわけなんですよね。う、えー、浦健太郎議員ですね。こういうね自民党議員の不祥事ですね。これに伴って実施されるところのものなんですよ。ね、で立憲民主党が矢崎健太郎候補という人を出してるんですよね。うん、そしてね、えー、こ自民党のねこの不祥事。 それに伴って、えー、補欠選挙になったわけなんだけどもこれ当然ですね与野党の一騎打ちになればこれは野党は勝てるぞということがあったんだけども野党候補の、ね、一本化に失敗したんですよ失敗して立憲民主党は矢崎健太郎候補、ね、それからあと他に日本維新の会共産党国民民主党それぞれ公認候補を立てて大混戦となってるんですよね。 うん、ところがところがですよ世論調査をしたらねびっくりすることになんと立憲民主党がトップを走ってるんですよ、ね、これはねえっと千葉日報が4月12日にですね世論調査結果を出してるんですよね。千葉日報と JX 通信社ですねこれがね序盤戦の世論調査をねして出してるんですよ。 そうしたところですね矢崎健太郎さんがトップそれから自民党新人のエリアル・エリアルフィアさんちょっと言いにくい言いにくいんですけどエリ・アルフィアさんですねこの人が2位で迫っているということなんですよねうんこれね今のはねこの千葉日報の世論調査なんだけども実はこの4月1日と2日に 自民党本部が世論調査を行ったんですよね。その時にですね、えー、これ自民党の中にねものすごい衝撃が走ったと言われてるんだけども、えー、この千葉国で、えー、矢崎さんがですねまさにこのエリ,エリアルフィアさんにですね6ポイントもリー,ドリードしていたということなんですよ。ね、つまり自民党調査によっても、 えー、この立憲民主党がトップを走ってエリー・アルフィアさんですね自民党これが6ポイントもリードされていたということなんですよ、ねうん、こういうね、うん、本んにねえっと思うような結果が出てるんですよ、ね、でこれはどうしてかということなんですけどもこれね集英社オンラインがねわ、えー、かりちょっとわかりやすい記事出してるんですよねこれがねこれも4月15日土曜日のね今日のね あのーえー、記事なんですけども、えっ、ー、と、これね、<laughs> まずね、えー、エリ・アルフィアさんですね、まあ、この人ね、えー、まず人気が、ね、あまりないって言うんですよね、うん、人気があまりない。これね、なんでかというとね、まずこのお,、ね、お名前からも分かるように、えー、これね、えー、出身がね、これ複雑だということなんですよ。ね、両親が えー、ウイグル人とそれからウズベク人なんですよね。えー、そして、えー、生まれたところがですね生まれた時には、えー、このエリー・アルフィアさんは中国籍だったということなんですよ。ねえー、そしてねこれを2人とも2人ともというかな両親とそれからエリー・アルフィアさんですね1999年に日本に帰化して日本国籍を取ったんですよ。 でもその後またそのまその後またですねお父さんの転勤によってこの中国にまた渡ったんですよそしてねその中国の広州アメリカンインターナショナルスクールですねここに入ってそれからさらにアメリカに行ってアメリカのジョージタウン大学ねこれはすごい名門校ですけど名門大学ですけどそこに進学したということなんですよそしてまた日本に帰ってきて そして今度は日銀に就職して、それからさらに国連事務局に転職したというね、非常にね、あのー、この、まあ、国際色豊かあー、ね、いろんなですね、道を歩いているんですよ。だけども、それがですね、かえってこの自民党のですね、保守層からは敬遠されている理由になっているということなんですよ、ねうん。敬遠されているということなんですよ。 ねうん、そしてね、えー、これね、えーまあ、心ない心ないですね、えー、このネットの情報もね、えー、拡散氾濫していてですねこのエリ・アルフィアさんは中国のスパイなんじゃないかっていうねそんなようなことまでですねかなり出回っているんですよ。ね、うん、もちろんこれはねそんなことはないというのはですねまあまあ、よくわかることなんですけども。 というのはねあのエリ、エリ・アルフィアさんがですね、あのまあ、無名だった時にね、あのじゃあ,あ、なんていうかな、ウズベク、それからね、あのえー、ウズベク、ウズベキスタンとかですね、それからウイグルですね、まあ、ウイグルにおいて、この、ね、ウイグル人がね、中国政府から弾圧されていると、まあ、そういうことについてですね、非常にこの中国政府を批判するね、 えー、そういうですね、えー、ツイートなんかもしているんですよ。ね、なのでね、えー、もしね、中国のスパイとかね、そういうことであれば、まあ、そういうことをするわけがないんでですね、これはそうじゃないだろう。というね、そうじゃないということ,にことなんですよね。うん、だけど、まあいずれにしてもですね、いずれにしても、えー、そういうね、えー、まず、両親がね、えー、ウズベク、ウズベクの人であり、 それから、えー、ウイグル,ルの人であると。それから、本人も生まれたときは中国籍だったということで、この自民党のね、保守層、ねこれはですね、やっぱりね、心が動いてないんですよ。ねえつまり支持しないというようなあですね、人が多いんですよね。うん、なので、これはですね、えー、まさにね、やっぱり野党がね、 あの各野党が出ているので日本維新の会とか維新ねそれから国民民主そちらの方にですね自民党の保守層の支持が流れちゃってるという状態なんですよ。ね、つまりえー、これね野党がこうねいっぱい出れば普通はねこの野党票がこう分,分裂しちゃうんだけども今回の場合は。 自民の自民党の保守,保守票が維新とか国民民主の方に流れちゃってるわけですよ。なので、えー、ここはね、立憲民主の方が、えー、非常にね、不思議な形で漁夫の利を取って今、トップを走ってるということなんですよ。ね。そういうね、不思議な現象が起きてるんですよ。ね。そしてね、えー、ここはね、あのー、この、 エリアアルフィアさんですねこの人をねあの推薦した推薦したのが自民党でこれ河野太郎さんなんですよ。ね、河野太郎さん。なのでねこれ河野太郎さんにとってはこれエリー・アルフィアさんが負けちゃうとですね非常に立場上まずいことになっちゃうというですねそんなようなこともねあるんですよ。ねうん、でここねなんんで河野太郎さんが エリー・アルフィアさんを押したかというともちろんこれはね、あのー、国連のね職員だったということもありねそれで人間関係があるんでしょうけどもね、うん、これねここはですね薗、えー、浦さん、ね、自民党の薗浦議員の不祥事でつまり政治と金の問題で、えー、補欠選挙になりましたよね。でこの薗浦さんという議員は、えー、麻生さん 麻生太郎さんの側近だったんですよ、ね。つまり麻生派だったんですよね。なので、この選挙区は麻生派が取るというね、そういうふうな話になってるんですよ。これどの選挙区でもそうなんですよね。和歌山はそう。みんなね、派閥選挙になってるんですよ。なので、えー、この河野太郎さんは麻生派、麻生派ですからね。 なので、河野太郎さんが強く推薦したということなんですよ。そんなような状況なんですよね。うん、そういう状況なんですよ。そしてね、ここに来てですよ。ここに来て、その麻生太郎さんが、またまた、またまた出現しちゃったんですよ。ね。出現してしまった。うん、というのはですね、えー、というのは、えー、これはね、 えー、この千葉ね千葉というのはですね今これね千葉5区の補選をやっているわけですけどもね、えー、これ千葉あ千葉県全体のこの参議院議員ですね千葉選出の参議院議員は井ノ口邦子さんなんですよね井ノ口邦子さんね、うん。でねえー、これね井ノ口邦子さんはじゃあ次ね うん、次の選挙でどう,などうなるのかっていうのはこれちょっとよくわからないところがあるんですよ。ね、なのでねこれアスポースコウさんがねあの支,持支持者が集まっている会合でねこれね出現しちゃったんですよ。というのは,いうのは、ね、隠れた本音を言っちゃったんですよね。うん、そこのとこ読んでみますとねこういうふうなことなんですよ。えー、支持者の集まる会合でアルフィア氏の当選を約束したはいいが。 えー、麻生さんはね直後に5年後に改選を迎える千葉選出の井ノ口邦子参院議員の名前を挙げ「えー、井ノ口は5年後に引退するのでアルフィアを参議院千葉選挙区に持っていく」と口走ったというのだ、えー「5年後なら園浦氏の公民権停止が明けており、えー、千葉5区から立候補できるいずれは側近に議席を戻せ」 と言わんばかりの暴言は瞬く間に広がり選挙区の私物化に党内は呆れ果てていますということなんですよねつまりねその浦さんはね麻生さんの側近中の側近で麻生さんとしてはねまあ仲がいいねまぁ、あ、飲み仲間かどうかわからないけども仲がいいんですよねなので。 今ね、その政治と金で失脚しちゃったんだけどもねえー、このアルフィアさんね今当選してもですよ当選しても、えー、5年後はね公民権停止がねその裏開けてくるんでねアルフィアさんどいてくれよとねそしてそのアルフィアさんは、えー、今の井ノ口参議院議員ねこれをちょっとねあの、まあ、ポインとやっちゃうんでそこに行けばいいだろうとこういうですねあの <laughs> こういう何て言うかな腹の中にあることを言っちゃってるわけですよ。ねうん、これね麻生さんってのはどういう人かなと思いますけどね。うん、前もね安倍さんがねあの政権を取ってる時にね人はナ,ナチスの手口をまねたらどうだみたいな、ね、ことを言ってですよそういうね本音中の本音を、ね、言っちゃうというですね。 うん、そして今回も本音中の本音を言ってしまったと。ね。まあそういうこともやっぱりね、これね、選挙に影響してくると思いますよ。ね。まあそんなようなことでね、ここもね、この千葉ごもよくわからないんですよ。ね。うん。まあ最近のね、この自民党の調査によれば、どうもね、このエリー・アルフィアさんが、やっぱり盛り返してきたと。ね、えー。そしてやっぱりトップをね、あのー、 奪い返したんじゃないかというようなことなんだけども、いずれにしても、これはね、立憲民主党と、この立憲民主党の矢崎健太郎さんと、エリーアルフィアさんの、やっぱりトップ争い、これはまだわからないという状況なんですよ。ね。うん。まあ、というわけでですね、というわけで、これはね、ね、全くわからない。ね。 だ自民党の中でこの星取り票というのはねあるらしいんだけどもそれによるとね、えー、自民党の中でこの完全に勝てるとね、うん、白星というのがついてるのは山口四区と山口二区ということなんですよ、ね。そして黒星となっているのはさっき紹介したね参議院の大分選挙区ねあのスナックのま,まあのところですね。ここはもうちょっと非常に厳しいと。 とということなんですねで後の千葉5区ねえこれは勝てるんじゃないかとでもちょっとわからんという状況みたいなんですよねうんそんなようなことでねそんなようなことで今ね非常にちょっとねわからない状況だから硬く見れば自民党の3勝2敗あるいは えー、もしかすると2勝3敗ですね。だけど、この山口ね、ね山口県のこの2つですね、本当に大丈夫かっていう問題ですよね。うん、ということでね、えー、これは本当にわからない、3勝2敗、あるいは2勝3敗、もしかしたら、ね、自民党全敗か、あるいは全勝というのもあるそのぐらいわからない、ねえー、情勢なんですよね。 まあ、ということで、4月23日、来週の日曜日ですね、これその、それぞれの選挙区のね、有権者の方々は、まあ、ぜひですね、投票所に足を運んでいただきたいと。まあ、そしてね、まあ、その結果ですね、どういうふうになるのか、これはね、見物だなという感じがしますね、まあ。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思いますけども、ちょっとまた最後にコマーシャルタイムいただきまして、えー、コロナ日本国書、これをぜひね、買っていただきたいなと思います。 それはねコロナの、えー、対策ですねこれは本当にそれで良かったのかそれをね専門家のですね話にじ,じっと耳を傾けてそしてそれを分析しました、ね、日本の感染症対策これでいいのかそれからアマゾンに鉄道を作る日本が誇る、えー、政府開発援助 ODA ですね、えー、ODA にもいろいろあるんだけども、えー、これはですね非常に誇るべき ODA です、ね、それにですね えー、まあ、それに、えー、停心した男たちの物語ですね。ということで、この2冊ですね、ぜひ買って読んでいただきたいと,というふうに思います。まあ、ということで、えー、今日はこの辺で終わりたいと思います。どうもありがとうございました。